専門応用科目統計解析とデータマイニング第1回オリエンテーション第3章データマイニングとはを始めます第3章ではですねデータマイニングとは何かということを理解し目的に応じてどのようなデータマイニングの方法があるかを、まあ、簡単に理解していきたいと思います第1章の再掲になりますけども データマイニングとは、えー、膨大なデータの中から人間にとって役に立つ有用な知識を探し出すということでしたそしてここでいう知識というのはデータの中に見られるルールそれから法則性関連性といったものであるということでしたで小売店のその販売データや 電話の通話履歴、クレジットカードの利用履歴、ウェブサイトのアクセス履歴や、まあ、検索エンジンの検索履歴などいろいろなデータがあるわけですが、こうしたデータから、まあ、例えば商品であれば、えー、一緒に購入されやすい商品だとか、まあ、クレジットカードの利用履歴の分析であれば、カードの不正利用のパターン、今までと違うパターンを見つけ出すというようなことですね。このある特定の関係やパターン えーまあ、これがビジネスに役に立つ知識になるわけですがこうした知識を発見するというのがデータマイニングの目的であるということでしたで、えー、データマイニングの活用事例というのを、まあ、いくつか挙げてき、ま、いるわけですけども、えーまあ、マーケティングへの活用ということでいうと先ほども少し出てきたような、まあ、同時に売れる商品を発見したいですとか、まあ、予測 とか分類という点で言うと、売上高をまあ予測する、ですか。それから、顧客をいろいろな観点で分類をしたいですとか、まあ、このダイレクトメールを効率化するために、まあ、あの顧客を分類して、そのピンポイントでえ商品を買ってくれそうな人にその宣伝をするメールを送るとか、そういう効率化にもつながるわけですね。まあ、こういったようなマーケティングの活用が一つありますし、 あとはですね、スパムメールの分類ですね、こういうものにも使われたりします。あとは先ほども少し出てきた、クレジットカードの、まあ、利用データからあの不正の利用を検知したりする、異常なところを、まあ、見つけ出して、クレジットカード不正利用の検知をしたりというような場合もあります。あとは製品の、まあ、品質の予測をしたりとか、まあ、病気の要因の判定をしたりとか、まあ、いろいろな、えー、ものが 考えられます、まあ、これらについて詳しくはいろいろな場合をまあこれからご紹介していきたいと思います、まあ、このようにですねさまざまな分野さまざまな場面でいろ、えー、んな予測だとか分類とかいろんな判定というようなことに使われているということです。 はい、でこれも第1章の、えー、再建になりますけどもデータマイニングの活用例の一つとして、えー、商品の販売履歴の分析というのがあります膨大な売上情報の中からある特定の商品と一緒によく売れる傾向のある商品のパターンを、まあ、見つけ出したいということですね これはいろいろなところで活用される例になりますけれどもこう,こういう一緒に売れる商品を見つけることによって、まあ、あの当然売上の向上につなげることができるという点で一番分かりやすいケースになると思いますで具体的にこれでどうやってどういうふうな分析をするかというところを少し見ていきたいわけですが データマニューの中でそのある商品と一緒に売れるのはどんな商品かということをまあ分析するような場合の方法として代表的な方法としてアソシエーション分析バスケット分析とも言いますがこのアソシエーション分析と呼ばれるものがあります。 まあ、えー、要するにバスケット分析という別名からもわかるようにですね、その、まあ、買い物カゴですね、要するにバスケットの買い物カゴですね。だから買い物カゴの分析というような、えー、言い方になります。まあ、あの、一件一件の取引のデータ、トランザクションデータというんですけども、このトランザクションデータについて商品、まあ、これを一般的にアイテムと呼んでいますが、えー、このアイテム間の まあ、関連性それぞれの取引を分析していってアイテム同士にどういう関連性があるかというのを、まあ、分析する方法ですでこのトランザクションデータの中から、えー、品質するアイテムの組み合わせ一緒に登場するような組み合わせというものをパターンを漏、えー、れなく、えー、見つけ出してその中から興味深いパターンというのを、えー、効率よく探し出すというものになります でこれはその何がと何がまあ一緒に買われるかということをまあ分析するわけで、えー、コンビニとかスーパーなどで使われているポイント・オブ・セールスシステム、まあ、POS と呼われるものですけどもそれらの出現によってまあ一躍有名になったということですね、えー、先ほどえ第1章で説明したいのはちょつとビールの例というのもありましたけどもあれもえ一種のバスケット分析アソシエーション分析で見つかるようなケースになります で、ここの表が今ありますけれども、この表の各業が一件一件の一人の利用客が一度に買った商品の集合を表現しているわけです。で、この表のような買い物履歴データがたくさん膨大なデータがあったときに、アソシエーションルール、アソシエーション分析によってアソシエーションルールというルールを求めたいという場合になります。 で、えー、まず定義なんですけども、まあ、商品 A を買ったら、商品 B も買うというようなルールが、まあ、パターンがあったとします。で、それを、こういう形で、カッコ A、矢印、カッコ B のように、まあ、表現するわけです。で、ここのカッコ内は、複数の商品であれば、複数の商品が並ぶと思ってください。なので、これ A を買ったら B も買うっていうのは、A、矢印、B のように表現されているとです。で、こういうルールの、 形式を、まあ、アソシシエーーョンルールと、まあ、この表現の仕方はいろいろあるんですけども、例えばこういう表現をすると、アソシエーションルールというのが、えー、なるということですねで。この時、アソシエーションルールと今言ってますけども、あの表現によっては相関ルールという表現も、えー、使われることがあります、まあ。同じことなんですけども、 でここでややこしいんですけどもここでいう相関というのはですねアアソソシシシシエエーーーョョンンルールと言っているようにに英語に相当しますで。今まで見てきたような統計でいうところの相関これはコーリレーションという意味英語のがあるんですけどもこれとはまたちょっと異なる意味になりますので、えー、ちょっと注意が必要です。 この辺もあも講義でな詳しく紹介するときにまた、えー、説明したいと思いますけども、えー、いわゆる統計でいうところの相関係数とか相関分析っていうのとまたデータマイニングにおけるこのアソシエーション分析の相関っていうのではちょっと意味がまた違うというのを、まあ、注意しておいてくださいで今ここにある表の例だと例えばですけども、えー、と牛乳とパンを買ってる人は一緒に卵も買っていると。 というようよなことが見つかりますので、えー、牛乳とパン矢印卵というような相関ルールアソシエーションルールが見つかるということになります。 でこれを求めるやり方、詳しい求め方、それから計算の方法、それからこの求めたルールがどのぐらい価値のあるものなのかとかっていうことを評価する方法というのは、また、えー、後の回で紹介しますので、ここではこういうものをアソシエーション分析、バスケット分析で求めるのは、こういう相関ルール、アソシエーションルールというものを求めるのだというのを、まあ、名前だけ覚えておいてもらえれば、それで十分です。 はいえー、続いて2、えー、つ目の活用例を見ていきますこれも第1章で、えー、紹介した図の再掲になりますが、えー、車の購入者の属性について、まあ、今分析をし,しようとしている場合を考えています横軸に、えー、買われた車の価格帯とそれを買った人の年齢を縦軸にプロットして、えーまあ、分析していてこれからの販売促進につなげていきたいような場合 顧客の分類をすることで、えー、ダイレクトにそのピンポイントで、えー、効率的な宣伝をしたいというような場合が考えられるわけですねでこういう場合はですね例えばクラスター分析クラスタリングという方法が、えー、使われたりしますで、クラスター分析っていうのなんですけどもまあ、一言で言うと、えー、異なる性質のものが混ざり合っている集団の中から互いに似たもの同士 を集めてクラスターというものをグ、まあ、グループ人人で言うとグルーーーププででうとすねクラスターを作って、えー、混ざり合っているものを分類しようというそういう手法方法の、まあ、総称になりますでクラスターというのはですねここにも書いてある通りですけども英語で房とか集団とか群れという意味があります似たものが、まあ、たくさん集まっているブドウのなんかを見てもあのイメージしてもらうと分かりやすいんですが えー、似たものが集まっている様子ですねでこの似ているものを集めてグループ要するにクラスターを作っていくっていうものですねでこのようなクラスタリングの特徴としてはあらかじめ、えー、分類の基準っていうのは決まっていなくて自動的に、あのー 分類が行われますでこの分類のための外的な基準とか評価が与えられてないという点が特徴になっていて例えば単純にですねあのだ男とか女とかいう性別をに分けるとか年代で何歳以,以上何歳以下みたいな形で分ける塊をクラスターとは呼ばないでそういうのではなくて、えー それあらかじめ与えられた基準ではなくて別の基準で分けるのをクラスタリングと呼んでいますこの辺も詳しくは後々紹介していきたいと思いますでクラスタリングの例なんですけどもクラスタリングではそのサンプルのデータ同士の類似度っていうものを求めますどれぐらい似ているかっていうことですねで別の言い方すると距離になるわけですがいわゆる距離を求めてそのサンプル同士がどのぐらい 離れているか、どのぐらい近いかっていうのを計算して、で、似ているもの同士、要するに距離が近いという意味にもなりますが、似ているもの同士が同じクラスター、同じグループになるように、まあ、処理を行っていって、最終的にグループか、グループにすると。ですね。で、このクラスタリング、いろいろな方法があって、同じデータに対しても方法が違うと、結果得られるクラスターが異なったりするっていうことが、 往々にしてありますこれもクラスタリングの特徴ですね。で、えー、先ほども言いましたようにクラスタリングであらかじめこういうクラスとこういうクラスというような決め方を最初あらかじめしないために結果として得られるクラスターはどういった意味があるかっていうのは分析する人が、えー、解釈をしてい、えー、く必要があるというのも特徴の一つです。 でもう一つデータマニ活用例の3つ目を見ていきますがこれも3つ目の例も再掲になりますけども商品を買ってくれそうな人かどうかを予測したいというような問題です、えー、第1章でも紹介したようにあるお店でキャンペーン商品を買ってくれたか買ってくれなかったかというデータが性別と来店歴別に得られているとします でこれらの過去のデータをもとにこれから来るお客さんの性別や来店歴をもとにキャンペーン商品を買ってくれそうな人か買ってくれそうじゃない人かというのを予測したいということですねでこれをじゃあどういうやり方で、えー、データマイニングをするかというと、えー、決定機という方法を、まあ、用います でこの決定機分析という言い方もそうですけども決定機分析の結果から得られる予測モデルというのは、まあ、今ここの図で表示しているんですけどもこの影響力の強い要素から上から順番に下へとデータが分割されていくツリー構造気構造の図で表現されますこれをまあよく一つずつ見ていきますとまず最初にそのキャンペーン商品を買ってくれるか買ってくれないかの、えー 分類予測に、えー、一番影響を与えている属性っていうのは性別です。で、この性別で、えー、男性ということが分かった時点で右側にあの入るわけですが、男性だとかなりの割合で購入しないということが決定できると。男性か女性かでまず判定するということですね。で、女性であった場合左側に行くわけですが、でこの左側を見ると、えー、その次に これまでの来店回数で、えー、大きな影響があるということがわかります。今、性別が女性というだけでは、データのうち55件中25人が購入で、30人が非購入なので、女性というだけでは半々の。 割合なわけですね購入してくれるかしてくれないかが半々でしかないとでこれだけだと、まあ、あのはっきりと予測できないんですけどもさらに来店回数という観点で見て2回以上と1回以下という条件で分けると2回以上の来店女性で2回以上来店している人は32人中20人が購入している1回以下の場合は23人中18人が購入していないというようにかなり 明確に分類ができるということになりますこれは非常にシンプルな例を示していますので実際このような決定機で役に立つのかどうかっていうのはこの例だとまあ分かりづらいかもしれませんけどもデータが膨大にあったりそれから属性の例えばこの場合は性別とか来店回数とか2つでしたけどもそういう属性がいっぱいある場合これを どういう条件で分けていくかっていうのを自動的にかつ高速で作るっていうことが重要になってくるということですねこういう決定機を作ることによって新しいデータがあった時にその人が例えば購入してくれるかしてくれないかを予測することができるとこれもデータマイニングの一つのつ方法になります2章と今回の3章で統計学とデータマイニングの概要を紹介してきました。 この章の最後で統計とデータマイニングの比較を簡単にしてみたいと思います統計学は第2章でも言ってきましたようにばらつきのあるデータの性質を調べたり標本から募集団の性質を推測したりするための方法論でしたで目的としては仮説の検証というのが中心的な目的になります そして標本調査に代表されるようにですね扱うデータというのはそれほど大きくない場合を、まあ、想定しているという特徴がありますあくまでもデータマイニングと比較するとそれほど大きくないデータを扱っているという特徴がありますそれに対してデータマイニングでは、えーまあ、意味としては膨大なデータの中に潜む項目間の相関関係やパターン ルールなどの有益な知識を探し出す方法でしたが、えー、目的としては仮説やルールをまあ発見することですねそれから予測だったり分類する決定機で予測した例とかありましたし、えー、クラスタリングによって分類するといったようなことが紹介しましたがそういった予測や分類それからアソシエーションルールの発見みたいな形で発見や予測分類ということがメインになります。 そして、扱うデータも統計学に比べると膨大なデータを想定していて、その膨大なデータを処理するための計算方法やアルゴリズムが工夫されているということが、えー、お特徴です。で統計でも、まあ、先ほど少し1章、2章の中で見てきましたけども、多変量解析というのがあって、これも予測や分類を行うという点では、データマイニングに分類される場合もありますので、明確は区別はないんですけども、まあ、統計とデータマイニングで あえて分けるとするとこのような違いがあるというふうに考えておくと、まあ、区別がしやすいと思います。まあ、これが絶対的なものではないんですけどもおおむねこういう傾向がありますよということですね。で第3章のまとめですが第3章ではデータマイニングのいくつかの事例を紹介し目的に応じてさまざまな方法があるということをまあ学びました。 その方法というのはアソシエーション分析やクラスタリング決定機などですが、これらについては科目の中で詳しく学習することになっています。以上で第3章データマイニングとはを終わります。